物は本能で相手の気持ちを察知することができるそうですわ。あなたは私の気持ちが分かりまして。あら、先に私がお付き合いいたしますわ。あら、情熱的な視線ですわね。そんなに私に似合っていまして。楽しんでいただいて嬉しいですわ。でもじっと見られるのは少し恥ずかしいですわね。そんなに私に会いたかったんですの？あら、先に私がお付き合いいたしますわ。楽しんでいただいて嬉しいですわ。でもじっと見られるのは少し恥ずかしいですわね。猫は移り気ですよ。いつかあなたを噛むかもしれませんわよ。今日は本当に楽しかったですわ。あなたと一緒にいるとすぐに時間が経ってしまいますので。